こんにちは、今日はですね、先日ね、投稿したブログでね、4台で月々8000円、我が家のスマホ節約術っていうのをね、これね、ブログをね、アップしました。今日はね、このね、詳細についてね、ご紹介したいと思います。我が家ですね、現在ね、IIJ ミオという格安通信の会社で契約をして、スマートフォンを契約しておりまして、現在ね、4台で、毎月ね、7000円台か8000円台の、通信料を払っております。4台ね、全員ね、スマートフォンを使っているという感じでございます。でね、我が家が使ってますのは、ここにあります、IIJ ミオというところで契約しております。まあ、ご存知のない方いらっしゃるかと思うんですけど、結構ね、この格安通信の中では、有名な会社でございますね。でね、我が家は、ここにあるファミリーシェアプランっていうのを使っております。4契約で、1ヶ月あたり 12GB の、データ容量なんですけど、その 12GB を4人で、みんなで使うっていうような感じのプランです。でね、ここにも書いてる通りなんですけど、4人で12ギガってそんなにね、あんまり使わないんですよね。なので、毎月何ギガか余るんですけど、その余ったものっていうのはね、1ヶ月間だけね、繰り越しはできるという形になります。なので、12ギガ余ると、翌月は12ギガプラス12ギガの24ギガっていうような感じですね。なので、結構ね、我が家は、容量ね、余っております。なので、誰かがむちゃくちゃ使ってもですね、よっぽどその12ギガ全部カラカラになるということはないかなという感じですね。はい。こういうプランをね、今ね、契約してるというところでございます。いろんなね、格安通信会社っていうのはあるかと思うんですけど、私ね、このね、IIJ ミオでもう6年近くね、利用してるんですが、料金も安くてね、で、通信スピードは正直なところ、そんなに速くないです。特に夕方とか朝は極端に遅くなったりすることもあるんですけど、とはいえ、スピードはね、若干落ちるものの、やっぱりね、料金というのは非常にね、お安くね、使えるのでね、この辺はね、非常にね、お得かなと思っています。特にね、子供とか扱う分に関しては、多少スピードが遅くてもね、いいのかなと、安い方がいいのかなというふうに思っているのでね、こういったプラン、特にね、こういうね、家族4人とか3人とか4人とかで、みんなでね、こう、12ギガとかっていう容量をね、使うっていうのはね、本当にね、おすすめかなと思いますんでね、ぜひ皆さんね、検討してみてはいかがかなと思います。でちなみに、うちは、うち12ギガじゃ足りないよっていうね、こうやってあればですね、こういうね、32ギガとか62ギガとかっていう風に容量をね、増やすことができます。ちなみにね、64ギガとかになってくると、4人でも、13,860円。62ギガって相当使いますけど、例えば32ギガにしても8,860円とかなりね、お得になってますんで、こういったね、今ね、ドコモや au、ソフトバンク使われている方はですね、こういうのもね、契約して、検討してみてはね、いかがかなと思います。はい。じゃあ今日はですね、先日ね、私がアップしたブログの中でね、少しね、もう少し詳しいお話をしてみました。この動画がね、参考になったと思う方はぜひ、高評価、またチャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。じゃあ今日はこの辺で動画を終了いたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。